やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。中国の恒大集団は破綻するのか。で、もし破綻したら中国とか日本、欧米の経済とかね、株価への影響はどうなるのか。リーマンショック級になるんじゃないのとかいう噂もありますが、どうなのかちょっと占ってみようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とかツイッターに書いてあります。よくご覧になってからお申し込みくださいませ。また日にちを変えてない。22日です。はい。これ、個人的に株価ガンって下がったじゃん、これで。ね、もうすでに。すごい個人的に気になってるんだけどさ。だから、誰からも頼まれなくても私はこれ占う。ニュースを読みます。33兆円負債の中国恒大集団。経営危機迎える社債の利払い。救済には反発も。っていうタイトルで、これは産経ビジネス。なんか総額33兆円を上回る巨額の負債を抱えているらしいんですね。この恒大集団っていう。中国の不動産大手。中国で2番目の不動産だったかな。その経営危機で第2のリーマンショックになるか、世界の金融関係者が警戒を強めている。もしね、経営破綻に追い込まれれば、中国の金融システムとか不動産市場全体にも打撃を与えかねず、習近平政権の出方が注視されるっていうことで、33兆円ってなんやねんみたいなね、とんでもない額だけど、中国は恒大集団を国としてね、救済するのか。いや、でも、これ、救済しちゃうと他の、じゃあ、企業は救済しないのみたいな、不平等さもあるし、なんか反発があるらしいんですね。で、救済せずにこう、破綻しちゃうのか。破綻するのかしないのか。これもね、破綻するっていう人としないっていう人で、結構見方が分かれてて。もし破綻した場合、これ破綻した場合ね。条件がなかった。もし破綻したら中国、日本、欧米、それぞれの経済とか株価への影響はどうなるのか。リーマンショック再びは嫌だよね。で、これもね、他の国に影響そんなにないんじゃないっていう人もいれば、ね、不安視して、もうすでに株価がガーンって下がったし、日本もアメリカも世界同時株安になるんじゃないかっていう。いう人もいるし、さあどうなるか占ってみましょう。中国は恒大集団を救済するのか。救済する。この負債、33兆の負債をこう、なかったことにしてくれたり、なんか、助けてくれたりしちゃうのか。ポジティブなカードが出たら、助けるかな。フール助けないかなぁ。ズバッと出ました。フール。一から出直せみたいな、なんだろう、それか答えたくないか。フールのカードね、なんか答えたくない時にも出るんだよね。具体的なところがさ、釣り人とタワーの客と鳳凰の客、これだけ見ると、救済しないで破綻しろみたいな。破綻しろっていうかね、破綻するしかないよね、みたいな感じ。法も逆向いてるしね。知らないみたいな。するかなぁ。ポジティブな、フールの逆位置だったらさ、ほんと知らないみたいな感じだけど、正位置だったんだ。なんだろうな、これ。難しいね。ああ、超難しいの出た。ああ。救済するか。しないかな。しない。なんか、今思い描いてる救済と違う形かもしれない。違う形ってなんだろう。救済。とりあえず今の恒大集団っていうのは潰れて、何?経済わかんないから全然説明ができないんだけど、何か、その今のその潰れそうな恒大集団っていうのは潰れるかもしれないけど、何かポジティブな形で、プラスマイナスゼロになるように、新しいものを中国政府がこう生み出すみたいな、その手助けはしてくれるみたいな、そんな感じ、イメージとして。何これ、どうやって説明したらいいんだろうね。代わりの新しいものを用意しますんで、今の恒大集団はとりあえず潰しておいて、その新しい方で頑張ってみたいな。
言ってることわかります？私も言いながらそんなことありなのかなって思いながら言ってんだけど、何かプラスマイナスゼロになるように新しいものを提供っていうか、なんか手助けしてくれると思う。恒大集団っていうその名の、その今ある企業自体は潰れるかもしれないけどね。なのでこれなんて言ったらいいの、みんなが思ってる方法と違う方法で救済するっていう感じですかね。じゃあ恒大集団を破綻するのか、今のを見ると破綻しそうだよね。破綻しそうだけど経済に影響がないようにするんじゃないかなって思ったんだけど、恒大集団を破綻しますか。はい、ズバッと出ました。破綻するかな。最終結論が好転の逆だから、好転の逆ってもう経営が傾くとかね、もうこれ物質的なこの豊かさ、権力みたいなのが逆向いてるから、まあ、会社に出ると会社潰れるとか傾くだから、そうね、法王の逆も出てるし、もうそうだな、恒大集団自体はなくなるんだと思う、破綻するんだと思う。対策主義点も死神でしょ。でもまだ期間はありそうよ。半年後とかそんなに持つかな。とりあえず 2,3 ヶ月くらいはまだ破綻せず、その後に破綻ですみたいな。 2,3 ヶ月後、いやこの近い将来がどのくらいか、まあ、1ヶ月後かもしれないし 2,3 ヶ月後かもしれないし、最長でも半年以内には。はい、じゃあ破綻したら、もしも破綻したら、多分すると思うけど、する手でだけど、中国の経済、かっこ株価への影響は、中国経済。はい、ズバッと出ました。まあ、じりじり良くないかな。まず破綻した瞬間がむちゃくちゃ悪い。もうそれこそ株価一気にガーンってすごい下がると思う。人々の気持ちが、太陽の逆とか悪魔とか、もうむちゃくちゃあの心理がね、悲観的になり、まあ状況も悪いんだけど、死神を背景に力の逆だから、その瞬間、破綻しましたって言った瞬間の中国の株価の下がり方は多分えげつない感じだと思う。でも、すぐ結構復活っていうか、希望が見えて、多分なんか中国がさっき言ったように、なんかするんだと思うよ。みんなが想像してないような形で。だからなんか、2、3ヶ月後にはちょっと楽観視が出てきて、まあでも全体的に見るとじりじり悪いけれど、まあでも破綻しましたって言った瞬間めっちゃ悪くて、結構すぐちょっとは回復しそうだから、そのリーマンショック級っていう感じでもないかな。じゃあ続いて日本。もうこれがね、一番日本と欧米アメリカあたりが気になるところでございますけれども、日本の経済かっこ株価への影響はどうなんでしょうか。総裁選があって上がってきたと思ったら、3万円超えたと思ったらまた一気に下がって、もうなんかジェットコースターみたい。すごいね。上がったり下がったり大変。はい、ズバッと出ました。あ、日本もね、短期的に見ると悪いけど、長期的にはいいです。だから、もし破綻しても半年後くらいには、半年後、1年後には普通に復活してそう。一番悪いのはむしろ今かもしれない。破綻するのがこの時なのね。この現在の時で。それより過去のところに死神が出てるので、日本はその破綻するより以前のところで不安で不安でしょうがないみたいな感じで株価がどんどん下がるかもしれない。だからそこが一番悪くて、そのままの安さがしばらく2、3ヶ月続くかな。破綻後、2、3ヶ月か長くても半年後くらいまで悲観な感じが続くけど、最終的に太陽と女教皇だから元に戻るんじゃないかなっていう感じがします。はい、環境としてはなんか絶望感、なんか日本人のこの不安感、絶望感みたいなのが大きいかもね。
気持ちの問題みたいな、そんな感じね。うん。なのでそこまでめちゃくちゃ心配では、もうリーマンショックみたいになって元に戻るのに2、3年みたいな、そんなにはかかんないと思う。半年くらいで戻ると思う。じゃあ欧米の経済かっこ株価への影響は、枚数間違えた。枚数、今さ、タワーが出てさ、あーって思ったけど、枚数が違った。ちょっと、1枚ずつずれます。はい、ズバッと出ました。すいません。なんかね、ここ、6枚こう、こことここで6枚重ねるんだけどさ、5枚になったり7枚になったりして、時々枚数が合わなくて混乱するんだけど、欧米、あんまり戻んないかもね。ずっともやもや悪いね。さっきのタワーの角出てびっくりしたけど、タワー的なのはないけどさ、破綻しました。気持ちとしてはしっかりしてるんだけど、マジシャンの逆、悪魔、立場も星の逆、で可能性恋人の逆、最終決断の方の逆でしょ？なんか中国経済がとか日本がとかと連動せずに、アメリカヨーロッパは単独でじりじり悪い気がする。これ破綻と関係あるのかな？どうなんだろうね。この前 S&P と日経平均の占ったじゃない。まあ、定期的に占ってるけど、じりじり下がるんじゃないかみたいな。あれとは別なのかな？なんだろう。恋人の逆でしょ？だから、中国のこの恒大集団の破綻と無関係なところで、なんか、じりじり下がりそうだなっていう感じがする。関係ないんじゃないかな。はい。とりあえず、いいか悪いかで言うと、欧米がね、欧米の経済。あんまり良くないです、今後。ただ、それは中国に関係あるかと言われると、あんま関係ないかもしれない。環境対応だしね。中国と無関係なところで、じりじり良くないかなっていう感じがします。はい。以上になります。中国恒大集団、多分破綻するけど、中国が、そっちは破綻させといてね、そっちの会社は新しいこれをこう上げるから、こっちで頑張ってみたいな、なんかみんなが思ってるのと違う方法っていうか、それで助けると思います。はい。以上になります。いかがだったでしょうか。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。